まずは6月5日セパ交流戦のイーグルス戦。2回先頭のうぐさでした。イーグルス田中将大の初球を振り抜くと打球はスタンドへ一直線。記念すべきプロ初ホームランとなりました。さらに6回には林、ストレートを完璧に捉えた当たりは自身マツダスタジアムでの初ホームラン。ブレイクを大きく予感させる会心の一振りでした。9月7日のドラゴンズ戦、4点ビハインドで迎えた9回に奇跡は起こりました。2点を返しなおもチャンスで坂倉、ライトスタンドへの一発はプロ初のサヨナラホームラン。今シーズンそれまでなかったサヨナラ勝利の喜びに選手もファンも酔いしれました。ピッチャーでは絶対的守護神に定着した栗林、プロ初登板は開幕2戦目のドラゴンズ戦でした。3点リードの9回にマウンドへ上がると先頭から三者凡退、最後は三振でプロ初セーブを記録。新人王獲得なるか期待が高まります。初といえばこの人も、一昨日チームへの残留を発表した栗。今シーズンは25試合に登板して13勝をマーク、自身初のタイトルとなる最多勝利に輝きました。来年は果たしてどのような初が生まれるのでしょうか。